お寺で何だそう、お寺と神社の違いって何、そんなこと気にしなくていいよ。だってウィキペディアに書いてあるから。でも本校地は知っといてほしいの、本校地は言っといてほしいの、元気出ちゃうから。それでは案内するよ、さあ皆さん一緒にハギフヘ本校地。なあ、よく来ますね。寝る前に、ああ神様仏様って思うよりも来いと。別に来ても何もなんないんだけど、でも何かなる時がある。その時がまた来る。そうするとハマる、単純にハマる気がする。お寺で入りにくい、そんなことないで。お寺で実はむちゃくちゃカジュアルやねで。お寺で実はむちゃくちゃ気軽やで。リラックスしてデートして、自然に触れて悩み相談して、喉潤して、まじゅくって雨舐めたら楽しくなっちゃった。祈願して供養して厄除け、そぎももちろん OK。自分の中のありがとうとごめんなさいが見つかり、楽しくなっちゃった。本校寺、そこは心を洗う場所。まあ、目指すところは、その悲しみでお寺に来るんではなくって、こう元気をもらいにお寺に来てもらいたいっていうんで、もうなるべく敷居を低くしながら頑張ってる最中であると。で、本当は目指すところはこのお寺自体が公園みたいになればいいなと思ってます。うん、公園ちょっと今ね塀があるんで、その自由に出入りするっていうのはもう門からしかないので、まあこれはちょっとしょうがないことなんですけど、もうそれこそコンビニの駐車場みたいにどっからでも車出入りできるみたいな、もうとっても開放感になって、でまあちょっとブラッと寄って、お茶でもね、缶ジュースでもピッと飲んで、あ、なんかすっきりしたな、じゃあまた仕事行くかみたいな、そのような気軽に立ち寄れる場所にしたいなというふうには思ってますね。うん。